はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ今日から MLB では各賞の発表が始まりました。最初の発表は新人王でして、 AL はマリナーズのフリオ・ロドリゲス、 NL はマイケル・ハリス2世がそれぞれ選ばれたということで、我らがマリナーズフリオが新人王受賞です。おめでとう。マリナーズの選手としてはアルビン・デイビス、佐々木和弘選手、イチロー選手、そして2年前に新人王に輝いたカイル・ルイスに次いで5人目の受賞となりました。まあほぼフリオだろうとは言われていましたが、やっぱりこうしてちゃんと決まったことはファンとしても嬉しいですし、また受賞の瞬間、フリオや彼の家族も心から喜んでいる姿も見て本当に良かったなぁと。今季2001年以来21年ぶりにプレーオフに進んだマリナーズの原動力と言っても過言ではないでしょうし、今年デビューしたとは思えないくらいもはやチームには欠かせない21歳、走攻守すべてにおいてマリナーズに大きな貢献をもたらしてくれました。まさにマリナーズに現れた新しいスーパースター候補。フリオは MLB でスーパースターになることを夢見てずっと頑張ってきているわけで、なんならマリナーズと最大17年契約という超長期契約も結びましたので、彼はマリナーズでスーパースターを目指す道を選んでくれた最高の男なわけですが、まずは今日その一歩として新人王受賞となりました。しかし今季のAL新人王争いは近年稀に見る非常にハイレベルな戦いとなりました。ファイナリストには今回新人王を受賞したフリオ以外に、オリオールズのアドリー・ラッチマン、ガーディアンズのスティーブン・クワンが入っていましたが、ラッチマンにしてもクワンにしても、ベースボールレファレンスのウィンザーオリプレイスメントが今季5を超えていますので、普通にオールスター級のシーズンを送っているんですよね。他の年だったらラッチマンやクワンが余裕で新人王となっていた年もあったはずです。特にラッチマンのインパクトはフリオに負けないくらい強く、シーズン途中昇格で積算スタッツが伸びていない点はフリオに働きそうでしたが、打撃成績は本当にルーキーキャッチャーなのかと疑うくらい内容も良く、守備面の評価も高いですし、また何より新人離れしたリーダーシップも高く評価されていましたよね。オリオールズが今季多くの予想に反してシーズン終盤までプレーオフ争い、さらにはシーズン勝ち越しを決めることができた一因には間違いなくラッチマンの存在があったでしょう。なので成績面で言えばフルシーズン圧倒的な成績を残したフリオが有利とは思いつつも、ラッチマンと多少1位票が割れる展開となってもおかしくはないかなと思っていました。ただ実際に蓋を開けてみればフリオの圧勝でしたね。フリオがほぼ満票となる29票の1位票をゲットし、合計148ポイントで圧勝。残り1つの1位票はラッチマンに入りました。唯一ラッチマンに1位票を投じたのは、カナダのスポーツネットでブルージェイズの番記者を務めるベン・ニコルソン・スミス記者で、彼は後にどうしてラッチマンに1位票を投じたのか説明していましたが、負担の大きいキャッチャーのポジションを守りながらあれだけのバッティングを見せた点と、オリオールズ投手陣をリードした点を評価してのことだそうです。その理由自体は納得できますし、むしろもっとそう考える人もいてもおかしくないと思っていましたが、記者の方の間でもフリオのインパクトはかなり強かったのかもしれません。エンゼルスの番記者ジェフ・フレッチャー記者は、ニコルソン・スミス記者へのリプライで、自分もラッチマンと迷ったが最終的にはフルシーズン戦ったフリオを評価したとツイートしていたように、やっぱりフルシーズンいたかそうでないかの差もまた大きかった可能性も考えられそうです。ラッチマンもフルシーズンプレイしていたらより競った争いになっていたかもしれませんね。とはいえほぼ満票での受賞と圧倒的な支持を得て今回新人王受賞となったフリオですが、ただ昨年オフの時点では開幕ロースター当確という感じではなく、まあスプリングトレーニングの内容次第で 50-50 という感じでしたが、試合が始まったらどこまで飛んだかわからないぐらいの特大のホームランを放ったり、ガーディアンズの絶対的守護神クラッセイからランニングホームランを打ったりと、もう自分はメジャー昇格する準備ができていると言わんばかりの活躍で開幕ロースター入り。初めの1ヶ月間はさすがの天才フリオといえど、メジャーのピッチャーへの適応に苦しんだり、またストライクボールの判定が全くと言っていいほど彼に味方しない、むしろ誤審なんじゃないのと思うような場面も多数ありましたが、それでも21歳とは思えないくらい堂々とした振る舞いで、目の前のスランプに動じることは全くないような感じで、結果5月から飛躍。5月1日以降は打率2割9分7厘、WRC プラス161と、ルーキーどころか MLB でもトップクラスの成績を並べてオールスター選出。ホームランダービーでは優勝こそ逃しましたが、間違いなく主役は彼でしたし、さらにはデビューイヤーとしては史上初の25ホーマー25盗塁も達成。シルバースラッガー賞もエールの外野部門、ジャッジ、トラウトと並んでの受賞と、もう完全にスターです。さらにマリナーズ、もはや皆さん覚えていないかもしれませんが、オフの時点では今季のセンター誰が守るのか全く不透明な状態で、フリオがマイナーでセンターを守れるようになってきているとは言っても、もともと両翼向きと言われているような選手だし、さすがに厳しいんじゃと思ったら想像以上にスピードがあって、守備範囲は平均以上。この感じならしばらくはセンター残れそうなので、センター問題も一人で解決させちゃいました。
本当に何でもできて、でこれでいて人柄も良く、ルーキーながらチームを鼓舞する姿も見られましたし、怪我で試合出られない時はベンチで誰よりもチアリーダー、チームメイトが活躍すれば全力で喜んだりと、もうパーフェクトすぎ。暗黒時代の終わりの中心にフリオがいて、フリオが来たからこそマリナーズも今季変われたと思います。そのインパクトはやっぱり球界の中でも相当強かったんでしょうね。本当にマリナーズからいい選手が出てきました。新人王級のパフォーマンスを見せ、マリナーズに多大な貢献をもたらした今季のフリオですが、実は編成面でも大きなプラスを今回の受賞でもたらしました。今年3月に結ばれた新しい労使協定の中で、トッププロスペクトに対するサービスタイム操作を防ぐ一環で、トッププロスペクトを早い段階で MLB に昇格させるインセンティブが設けられ、それが開幕前の時点で主要媒体のプロスペクトランキングトップ100に入っていたプロスペクトがサービスタイム上1年間プレーし、かつ新人王を含む各賞を受賞などした際には、その所属球団に追加のドラフト指名権が付与されるというものがあります。フリオは当然開幕前主要媒体のランキングでトップ100に入っていましたし、また開幕からロースターに入っていて1年間プレーして新人王を受賞しましたので、マリナーズはこの対象となります。具体的には来年のドラフト1巡目が終わった後に追加の指名権、全体29位の指名と非常に高い順位の指名権を今回ゲットすることになります。これは大きいですよね。その順位で有望な選手を指名しても良いですし、ドラフト指名した選手への契約金総額のある種制限であるボーナスプールもこの指名権が増えたことで増額されますので、ドラフト戦略の幅も広がります。メジャーに近いトッププロスペクトはだいぶ昇格し、また夏のカスティーヨのトレードで有望な選手を結構放出したマリナーズにとってはマイナーを補充するいいチャンスにもなりそうですよね。この点においてもフリオの新人王受賞はマリナーズにとっても大きな受賞となったと言えるでしょう。フリオにとって今回の新人王はおそらく彼のスター街道の一歩でしかなく、最終的には MVP を複数回取れるようなスーパースターになりたい、これこそが彼の目標でしょう。マリナーズとの長期契約の中で MVP 受賞や MVP 投票で上位に入ることがかなり重要視された内容となっているのもフリオの提案という話ですし、やっぱりそれだけ本人も意識しているんじゃないのかなと。21歳でこれだけの活躍を見せたわけですから、順調に成長すれば数年後には MVP 狙えるような選手にフリオはなれると思いますし、マリナーズとしても彼がそうなることを期待しているはずです。来年以降もチームの中心的存在として大活躍に期待したいですね。改めてフリオ新人王受賞おめでとうございます。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。